ザビット・マゴメド・シャリポフは、ロシアの男性総合格闘家、ダゲスタン共和国、マハチから出身、ヒカルド・アルメーダ柔術所属、元アクブ・フェザー級王者、ソビエト連邦、ロシアソビエト、連邦社会主義共和国ダゲスタン自治、ソビエト社会主義共和国で、アバール人の家系に生まれた。10歳からレスリングを、その後、サンダーをはじめ、2003年から、 国立の学術機関である全寮制の武術学校に入学。1日に3回訓練が行われ、帰宅を許されるのは月に1日のみという厳しい環境で10年間以上過ごした。サンダでは欧州選手権とワールドカップで優勝し、2012年にプロ総合格闘技デビューした。2014年11月14日、アクブフェザー級グランプリ1回戦で、 オルジュザマノフと対戦し、ギロチンチョークで 2R1 本勝ち。2015年3月21日、準決勝でアルタクナザリャンと対戦し、危険により西子勝ち。10月24日、決勝でアブドゥルラクマンテミロフと対戦し、ギロチンチョークで 1R1 本勝ち。グランプリ優勝を果たした。2016年3月9日、アクブフェザー級王座決定戦で、 シェイクマゴメド・アラプカノフと対戦し、左フックで 1RKO 勝ち。王座獲得に成功した。2016年9月17日、アクブ・フェザー級タイトルマッチで、ジャングル・ファイト・フェザー級王者バウジネス・シューバと対戦し、パウンドで1シコ勝ち。王座の初防衛に成功した。2017年9月2日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、ボルコフ VS。 ストルーブでマイク・サンティアゴと対戦し、リアネーキド・チョークで 2R1 本勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年11月25日、UFC ・ファイト・ナイト・ビスピング・ VS ・ガストラムでシェイモン・モライスと対戦し、アナコンナ・チョークで 3R1 本勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2018年4月7日、 UFC223 でカイル・ボフニャクと対戦し、1R と 2R は圧倒し、3R に激しい打撃戦を繰り広げて3から0の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2018年9月8日、UFC228 でブランドン・デイビスと対戦し、バックからの膝十字固めで、ハムストリングを極めて 2R 一本勝ち。2019年3月2日、 UFC235 でフェザー級ランキング6位のジェレミー・スティーブンスと対戦し、3から0の判定勝ち。2019年11月9日、UFC ファイトナイト、ジビット VS、ケータールでフェザー級ランキング11位のカルビン・ケーターと対戦し、3から0の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2020年8月29日。 UFC ファイトナイト、スミス VS、ロキッチュでフェザー級ランキング5位のヤイル・ロドリゲスと対戦予定であったが、ロドリゲスが足首を負傷し、中止となった。ありがとうございます。